までか。もう DJ か。はい、DJ さん、もう皆さんの大好きな DJ さんと今日はコラボさせてもらいます。よろしくお願いします。はい、お願いします。あのやっぱすごいですね、タイ行くって言ったら DJ、DJ、DJ、DJ ってめっちゃ来るんですよ。本当に本当、本当ですか。めっちゃ来るでもなんか DJ さんとコラボしてくださいがやっぱ多いですね。あ、本当に。ってことで今日 DJ さんにコラボしてやっていただきたいことがあるんですよ。ほう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 。正直あのこれ見ていただいてる中でタイに行こうかなとかタイに興味あるなっていう方が多いと思うんですよ、うん、そして DJ さんがサムネに出てるってことは、うん、多分男性の方が多いと思うんですよ。そうね、はい、実際、はいはい、タイ来ました、美味しいタイ料理食べました、その後お酒飲みました、何をしますかっていうところなんですよ。はいはい、なるほど、はい、ここって大事よね。そうなんですよ、ここ大事なんですよ。一番大事なところだと思うので、しかもそれを一番知ってる人ってアジアの中を探しても多分 DJ さんしかいないと思うんですよ。そうだね、正直ってブランディングってことは僕いらないんで、今回はもうガチで教えちゃおうかなって。ほんまにここだけ言っといたら間違いないっていうお店とか、まあそういうのを教えてくれるらしいんで。そうだね、だからガイドブックいらないです。もうこれだけ見てくれたらもう気持ちよくなって帰れます。そういうことなんで、とりあえずもうこれ見てね、ぜひタイの旅行、過去夜ですね、夜で楽しんでください。はい、じゃあ行ってきます。行きましょう。はい、ってことでまず前提は抜きにして、ご飯食べてお酒飲みました、もうここからだと思うんですよ、知りたい。そうそうそう、多分一番これが早いと思うんで、そうなったらもう一択になると思うんですよ。はい、一択の場合どこ行ったらいいですか。まず、はい、タイ夜遊びって言ったら、はい、何が一番有名かと言ったら、はい、ゴーゴーバーです。来ました、大好きなやつ、みんなが、はい、知ってるもん。ペイ君、ゴーゴーバーは昔行ってましたね。ってことでゴーゴーバーって何なんですか、知らない人のために。ゴーゴーバーってのはざっくり説明しますと、はい、バーなんですけど、バーの中にホールがあったりとかして段差があって、まあ、スペースみたいなのがあるんですよ。はい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 。その上に水着を着たね、可愛くてセクシーな大好きなお姉ちゃんがいっぱいいるところで、天国ってことか。そう、日本じゃないから。そうっすよね、日本にない天国っすよね。俺らにとって天国、マジで。それがあるのがここっすか。一番有名どころでしたらこちら、ナナプラザと言いながら、僕この前なんか動画で出しとったんですけど、皆さんに紹介したいんで、ここナナプラザこんな感じです。地図、はい、こんな感じのところ、ここ来たらもう全部が叶います、男の。はい、なんでナナプラザなんですか。いっぱいあるじゃないですか。ナナプラザっていうのはやっぱり、はい、店舗数が多ければクオリティが高いというか、おお、なるほど、いろんなところに点々とあるけど質良しということ。そう、であとは日本人好みの方がダントツで多い。ってことは日本人向けの場所なんですかね、うん、そう、女性の顔が日本人好みだったり、日本語話せる子がいたりするってこと。その通りです。じゃあ初心者の人とかからしたら、ナナプラザ来といたら間違いないですか。そう、とりあえずタイ初めて来てね、あ、今日の夜どこ遊び行こうかって悩んだら、まずはナナプラ。なるほど、ゴゴバがいっぱいあるじゃないですか。おすすめあるんですか、店。おすすめはね、あんまり言いたくないんですけど。ああ、なるほど、来ちゃうから。 でも、はい、3階3階なんですか、にあるお店が2店舗くらいおすすめのところがあって。そうなんですか。なんでかっていうと、はい、キャパも広くてれば、はい、女の子のバスがすごい多くて、ノリもいい。これ以上は言わない。後で僕に教えてください。こっそりこっそり。ちなみになんですけど、女の子なんですか、ここは。どちらもいます。どちらもいる。見分けれるんですか、じゃあ。難しいです。難しいです。店によって分かれてるとかでもないんです。お店によります。お店による。じゃあ女の子がいるお店でもたまにオカマちゃんが混じってる可能性もあるってこと。あります。どうなんや。見分けるコツみたいなのあるんですか。やっぱりあの暗いんで、人の店内は。だから明るいとこ行かないときついかな。つまり部屋まで連れて行かないとわからないということで大丈夫ですよ。そうだね、あの店内ではまず難しいです。なるほど、そういうことなんで気をつけてください。まあナナプラザこんな感じですかね。そうだね、はい、とりあえずこれ以上踏み込んだ動画は過去に出してるんで、それ見てください。そういう動画ってあの YouTube からすごい怒られるんで、今回こんな感じでお送りしたいなと思います。次どこ行きます、兄貴。じゃあ次はここから歩いて行けるところ。ナナプラザから歩いてるんですけど、この露店の売り物が、これもちょっと YouTube に怒られるんで見せれないんですけど、すごいもの売ってますよね。売ってるでしょ。これなんでこんなにすごいものいっぱい売ってるんですか。日本に行くとドンポーとかに行ってさ、アダルトコーナーってあるじゃない。あります、あります。タイではそれってね、違法に行こうすぎる。あ、そうなんだ。ダメで、タイ人もそうだけど、他の外国の方々も興味持つ人が多いから、結構売るらしいよ。違法なのにこんな堂々と売ってるんですか。まあそこは闇。なるほど。ほんまにすごい数のものが売ってて、しかもむき出しで売ってるじゃないですか。そうだね。家族で来たら娘とかに見せるの恥ずかしいぐらいのレベルでむき出しで売ってますよね。そうだよ、これさすがにね。でお父さんこれ何って言われたら、僕がお父さんやったら何も言えないです何も言えないです。純粋な目で娘に聞かれたら、うん、まあそんな感じでちょっと気をつけてください、お父さんの方。はい、ちな
みに今から行くところはどんなところなの？口にしていたくないんだけど、喫茶って言われてます。はっきり言いましたね。ものすごく滑舌良かったんですけど、喫茶店になってるんですか？そう、オブラートの言い方すると、はい、出会い系喫茶です。なるほど。今から行くところは何がすごいかっていうと、中に入ると出会いたがってる女性の皆さんが立ってるんだよね。え、店内に立ってお客さんを待ってるの、はい、どういう状況ですか、それは。女の子に立ってて、はい、マンペイクお客さんするでしょ、はい、ハローハローって言って、え、ナンパ待ちなんですか？もうそんなもん。そこでイケメンやったらそのまま連れていけるとか、そういうことなんですか？そっかやっぱ大人の事情なんで、はい、どんなにイケメンでもやっぱりこれが、なるほど、これがそれ重視なんで、これがやっぱり要はそういうところってことですね。そう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 。ちなみになんですけど、うん、大体いくらぐらいなんですか？今の相場とかだと2500バーツぐらいなのかな。今の相場とかだと2500バーツぐらいなのかな。ここっすか？ホテルになってるんですか？上がね、ルアムツットホテルっていうホテルになって、その下なんだよね。続々と男の人たち入っていきますね。みんな出会いたがってるね。と、今入っていったのは出会いたがってる女性。その通りです。素人の女性っぽいですよね、意外と。もしかしたら素人の子がアルバイト感覚で来てるようなイメージ。それもあるけど、はい、僕から言わせてもらうと、はい、セミプロ。セミプロ、日本で言ったらパパ活とギャラ飲み女子みたいな感じ。あー、近い。そういうことですね。近い近い、はい、が続々と入っていってますもんね。その通りです。興味あるんで撮影できないと思うんですけど、入るだけ入ってみていいですか？めちゃくちゃおもろいっすね。でしょ？すごいっすね。めっちゃいっぱいいてるでしょ。あんなにずらーって並んで誰を選んでもいいんですよ。そう、引っ張ってきたりされたんですけど。あー、あるある、アクションアクションアクションしてるんですよ。実際可愛いと思ってなかった？めっちゃ可愛かった。でしょでしょ。普通に渋谷歩いてるぐらいの可愛さありました、ね、うん。それで言うと、どんなに Tinder で頑張っても出会えないような可愛いっていうか、はい、なるほど。ってことは丸ですね。丸でしょ。さすが、さすがプロ。任せてくださいよ。そういうことなんですね。なんていう面白そうな空間なんですか、ここは。こちらがソイカウボーイと呼ばれるところで、ソイはタイ語で通りという意味でございます。要はカウボーイ通り。その通りです。カウボーイみたいな男がもう狙ってますっていう意味ですね。あー、うまい。そういうことですね。うまい。なるほどなるほど。ちょっと雰囲気を一緒に味わってください。ちなみにこのソイカウボーイは先ほどの7プラザと比べると欧米人に人気のあるバーみたいな。あー、なるほど。じゃあ、はい、はい、いいといいといい。7プラザは、うん、7プラザは日本人向けやけど、うん、ここは欧米人向けなの。そう、なるほど。人気のある、まあ、どっちが好きなんですか、DJ さん的には。正直言っていい、7プラ。あ、そうなんですか、うん、ちなみに理由は。すごい、はい、いいことをちょっと前に出会った。あ、なるほど。中身は全部ゴーゴーバーなんですか？そこ全部ゴーゴーバー。ただ気をつけてもらいたいのが、ソイカウボーイにあるゴーゴーバーのうち数店舗では結構未だにぼったくりがね、横行してるんですよ。あ、マジで？あるある。え、こんな堂々としてるのに。俺の友達もボライって言ったの。僕のあのぼったくりの動画あったじゃないですか、うん、あんな感じで。あそこまで激しくはないけど、はい、中に入ったらもうママさんとか女の子の友達とかもういろんなのが複数人来て、最終的にはもう5000バーツ、1000バーツみたいな。マジっすか？そこはちょっと気をつけてもらいたいなーって。基本的に、はい、このソイカウボーイはソイカウボーイで、はい、やっぱり定番とこで人気のバーはバカラ、はい、可愛くて女の子の人数多くて、まあ、初心者にはマジでおすすめ。とりあえずはここ入って飲んどくは間違いないみたいな感じで、はい、とりあえずここ入って飲んでみますか。そうだね。はい、お疲れでした。はい、お疲れでした。ありがとうございました、見ていただいて。ということで今回じゃおさらいということで、7プラザ、低迷カフェ、ソイカウボーイ、この3つさえ押さえといたら初めてタイ来る人でも楽しめるっていうことですね。その通りです。なるほど。非常に勉強になったと思うんで、これ地球の歩き方に書いてませんから、手の手ない、はい、もうこれを見ていただいたら間違いないです。全部ね、こういう道路に沿って。そうそうそう。なんていう道路？トゥクンビット通りっていう道路で、この通りをまっすぐ歩いちゃえば、はい、この3カ所来れちゃうんだよね。そういうことですよね。いろんな楽しみ方海外にもあるんですけど、まあ、こういう夜の楽しみ方ってやっぱ男性だったら、まあ、人生に1回ぐらいはね、ため外してもいいかなと思うんで、ぜひこれ見て楽しんでくださいということで、はい、もうなんか予定あります？今日この後。いや、ないない、今日空いてる空いてる。あ、今日空いてます。じゃあもうとりあえずもう今日これも撮影終わったんで、うん、ちょっと先おすすめしてもらったバカラ、あ、行っちゃう、行ってみたいなと思うんですけど。行っちゃう、どうぞ。行っちゃう、行きましょう。行動宣言中なんですけど、チャンネル登録
しくお願いします。信号ないん？信号ないんすか？